どうもお使いサンタです。ハンドウォーマー編むよ。ハンドって何？セリアの毛糸でハンドウォーマーを編みました。ふわふわがついています。指を入れるところはこんな感じです。完成サイズです。幅は8センチくらい、長さは18センチくらい、ファーの部分は5、6センチって感じです。横幅はだいぶ伸びます。伸ばしてだいたい10センチくらいです。よかったら参考にしてください。材料です。セリアのピンクのモヘア、ファーはドリームキャットです。糸は細いので2本取りで編んでいます。針は5号です。親指の付け根から腕までお好みの縦の長さを鎖編みします。今回は鎖20目です。だいたい15センチくらいでした。一目立ち上げます。隣の輪の中に細編みをします。最初の目の手前半目に印をつけます。輪の中に細編みをしていきます。最後まで来ました。そのまま一目立ち上げます。編み地を返します。山頂の鎖を見ます。向こう側の半目をすくって細編みをします。最初の目の手前半目に印をつけます。向こう側の半目を拾って細編みをします。最後まで来ました。一目立ち上げます。あとは同じように繰り返していきます。だいたい正方形になりました。15センチくらいです。半分にしてはめてみます。伸びるのでまあこのくらいでいいね。中表にして輪を閉じます。端は引き抜いて1回編みます。
あとは引き抜き編みします。手前は V をすくいます。最後までどんどん引き抜きます。最後まで来ました。カットして輪の中にギュッとします。糸始末します。ひっくり返して表を見ます。輪ができました。ファーをつけます。針を8号針にします。ハイダあたりからスタートします。山のあたりに長編みが来るイメージです。こんな感じ。長編みと長編みの間に鎖1目を編みます。糸を引っ掛けて鎖3目で立ち上げます。さらに鎖1目を編んで長編みをします。鎖1目、長編み1目を繰り返します。最後まで来ました。指のところは鎖目を増やします。はめてみて鎖目を決めます。私は2目にしました。最後は穴に引き抜きます。2段目を編みます。鎖3目で立ち上げて、鎖1目、長編み1目を繰り返します。長編みは穴に入れます。最後まで来ました。引き抜きます。カットして輪の中に入れてギュッとします。糸始末します。ただ縛るだけでもいいですが、今回は糸の中に入れ込みました。これでファーがつきました。指のところを1段細編みします。こちらも2本取りで編みます。今回は
輪を作っておきます。本体に針を入れ輪を引きます。端は編み込まず後で縛ります。その方がちょっと強度が良くなる感じがします。適当な感覚で細編みします。カットして輪の中に入れギュッとします。糸始末します。裏にして端糸を引っ張ります。厳重に縛ります。指補強ができました。これで完成です。